こんにちは、柴田です。今回はこちら、Zoom の G1X4。 この G1X4 の中に入っている機能でルーパーがあるんですけれども、そのルーパーの使い方をですね、教えてほしいと、動画を撮ってほしいというコメントをいただいておりまして、なんか動画を撮ろうかなと思ったんですが、結構ね、前にいくつか動画アップしてるので、まあそれをまとめてみようかなと、面白いところだけこう集めてみようかなというところで編集いたしました。この G1X4 の中に入っているルーパーとですね、リズムを使って X のラブレプリカとルナシーのジーザスをですね、過去にやっているので、ぜひぜひそちらご覧いただけたらなと思います。一人遊びにもてこいの機能なんでね、ぜひぜひ試してみてください。という感じでですね、音はこんな感じなんですけれども、プラスワンで遊べる機能がございます。こちらですね、リズムポチッと押すとこういう感じの画面になります。で、ここでですね、ジャンル選べるんですよ。でジャンルを選べるんですけれども、ワルツ CT ワルツ1、これがですね、ちょうど良い3拍子です。ここでボリュームですね。まあボリューム今マックスになってます。で、これ BPM。スピードも変えれます。180ぐらいにしてみましょうかね。で、ストップはですね、ここ。こっち側がストップ。こっち側がオン、オフという感じです。オン、オフっていう感じですね。で、これを使えばですね、一人でも遊べますよと。再生を押して、ここを押すと、エフェクトの切り替えれるところに行きますので、感じで遊べます。これもですね、ぜひぜひ一人で家でいる時とかめちゃめちゃ楽しいので試してみてください。まあパターンはですね、たくさんあるんで、他の楽曲とかでもですね、遊んでください。では中身見ていきたいと思います。まずリズムですね。リズム。まあ一番重要なんですけれども、パターン、ロックンロール。まさかのロックンロールで、カウントオンの BPM185、ボリューム83というふうな感じにしております。まあ BPM とボリュームはお好みで良いと思います。パターンも、まあお好みでいいんですけれども、まあこれが一番雰囲気あるかなっていうところで、こちら側押すと、というふうな感じですね。まあこれが一番雰囲気っぽいものは出せたかなっていうところで、こちらを選んでおります。で、ルーパーと重ねていく方法なんですけれども、ルーパーはこちらのルーパーボタンを押して、ここを押すだけでもうレックが始まるんですが、リズムと一緒に鳴らす場合はですね、まずリズムをオンにします。で、ルーパーを押すとカウントが始まるんですね。カウントが始まった後にレックが始まります。
もう一度いきますね。まずリズムをオン、ルーパーをオフと、で自分のタイミングでレックが始まるというふうな感じですね。ちょっと試しにやっていきましょうか。ちょっとヘビーな音にしております。まずリズムを押して再生で、ルーパーを押します。で、いいタイミングで、感じでやっていきますという感じになりました。いかがでしたでしょうか。まあ、ルーパーの楽しさを分かっていただけましたでしょうか。まあ、ぜひぜひですね、こちらマルチにも今入っているので、音を楽しむだけではなくてですね、まあ、一人セッション気分を味わうっていう部分でも、このマルチでリズムとループを使ってぜひぜひ家でですね遊んでみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。